日本の中部、岐阜県養老町。自然豊かなこの地は若返りの水と言い伝えられる養老の滝で知られています。滝のほど近くにあるのが日本で唯一の死に抗うためのテーマパーク、養老天命反転地です。そこは平らなところが一つもない世界。なぜかソファーや流し台が野ざらし。どうしてここが死に抗うための場所なのでしょうか。入ってまず目につくのはゴツゴツした岩の山。昆虫山脈と名付けられています。手すりもロープもなしに登るうち、人は自然と手をつき四つん這いに。その姿は昆虫のよう。普段とは異なる体の使い方をする中で、本来持っていた感覚が研ぎ澄まされていきます。こちらは極限で煮るものの家。入り口は31箇所も設けられています。その一つに入ってみると、ベッドがある。壁で分断されたベッドです。さらに狭い通路を進むと、そこにはトイレが。その先にはコンロが。およそ無秩序な空間です。さっきさ、あれ下にもあったよね。あったあった。あ、本当だ、ベッド。なんと天井にも家具がある。不思議。どの入り口から入っても同じ家のはずなのに、違うところにいるような錯覚に陥ります。次第にどこにいるのかわからなくなり、感覚が激しく揺さぶられます。養老天命反転地は精神や身体に刺激を与える環境が人間を死から遠ざけるという思想を具現化した場所なのです。作ったのは現代芸術家の荒川修作とパートナーで詩人のマドリン・ギンズです。身体の中でも肉体っていうのを本当に長い間忘れ去ってしまったんでね。我々の時代は身体の中でも特に肉体の動きっていうものをもう一度思想の中に入れるためにはどのようにしたらいいかということでたどり着いたところが建築というもの。1936年に生まれた荒川は19歳で前衛芸術の活動を始めました。20代初めの作品「棺桶」シリーズの一つ。死を見つめ、死を乗り越えるために死に形を与えると荒川は言いました。死への強い関心は初期の頃から荒川の芸術活動を特徴づけるものでした。1961年、さらなる飛躍を求めてニューヨークに渡り、前衛芸術の父、マルセル・デュシャンの影響を受けます。今世紀の最も素晴らしい芸術家が言った言葉ですけどね、芸術っていうのは最後には作る本人がね、全てを責任じゃなくて、見る側が全てを、作り上げるって言ったんですよ。そうなると今度は見る側をどのように作るかという方に回らない限りね、芸術の永遠性がないわけですね。1962年、生涯にわたって創作のパートナーとなる詩人のマドリン・ギンズと出会います。二人の代表作「意味のメカニズム」、
作者が示した命令や提言を見る者が身体を使って実行するという革新的なアート。物理学者や生化学者からも称賛され、世界的な評価を得ます。さらに2人は環境が身体に与える作用について研究を重ね、感覚を揺さぶることで宿命を反転させ、死ななくなるという思想を追求しました。そして唯一無二のテーマパークを作りたいという岐阜県からの依頼を受け、1995年養老天命反転地を建設しました。ここは荒川と銀座の30年来の構想を実現した壮大な芸術作品なのです。養老天命反転地のメインの場所はこちら。急勾配の坂を登ると見えてくるのはすり鉢状にえぐられた大地。1万8000平方メートルの広さがあります。楕円のフィールドと名付けられたこの場所には9つのパビリオンが点在しています。さまざまな仕掛けによって日常生活で身についた身体感覚や常識が問い直されていきます。やばいな、それは。こちらは宿命の家。極限で煮るものの家の壁を取り払ったものです。先ほど体験したばかりの空間が壁がないというだけでまるで違うように感じられます。こちらは切戸地の間。中は迷路になった暗闇の空間です。え、火事すげえ。え、マジ見えない。真っ暗闇の中、手の感覚だけを頼りに進むと、かすかな明かりが差し込む空間にたどり着きます。日本地図みたいな。あ、え、日本地図だ。反転してる。反転してんだ。普段使わない筋肉や感覚を研ぎ澄まして到達した場所。日本地図とともに常識や先入観がひっくり返され、新しい感覚が自分の中で芽生えてくるようです。どうぞあなたの体を試してくださいっていうのが一番プリミティブで一番簡単なんだ。宿命を反転させて死ななくなるという途方もない挑戦。養老天命反転地は荒唐無稽な外観をまといながら人間存在に問いを突きつける深遠な空間です。